一生に一度のお願い、お願いだから聞いて。一生に一度なんだから聞いてくれるよね。一生に一度のお願いなら今まで5回ほど聞いてきましたけど、今回は一生に6回目のお願いですか？私そんなにお願い事してないし、誰かと勘違いしてるんじゃない？とりあえず何ですか？一生に一度のお願いって。車をさ、少しだけ貸してほしいんだよね。もちろんいいよね。車を貸してほしいっていうのは私の車ですか？それ以外に何があるの？でもはるみさんも車持ってますよね。ご自身の車があるのに、なんでわざわざ私の車を？あやこさん、最近車買ったらしいじゃん。めちゃくちゃ高い車って聞いたよ。まあ値段はそこそこしますけど、旦那と私の共通の趣味なので。その車乗ってみたいなと思って。一日でいいから貸してくれないかな。今は会社休みなんでしょ？だから家にいる間は車を使わないわよね。確かに使いませんけど、もし誰かに貸して何かあった時が怖いので、車を貸すのはできるだけお断りしてます。何もないから大丈夫。心配しすぎ。私のことを信じて。私の車は家族以外保険が効きません。もしぶつけたり事故でも起こした場合、お金払えるんですか？そんなことにはならないもん。あんまり車運転してるところ見たことないんですけど。ペーパードライバーに近いからね。すごいでしょ。何がすごいのか全くわかりません。それにそんな話を聞いたら、やっぱり車なんて貸せません。助手席に乗せてドライブとかはどうですか？やだ、私が運転したいの。私が運転するのは決定事項。なら私が助手席に乗るとか。はぁ、そんなの嫌に決まってるじゃん。隣からああじゃない、こうじゃないってやじが飛んでくるんでしょ。せっかくのドライブを楽しめないから却下。別にやじなんて飛ばしません。それに私の車なのに、なんではるみさんの好きにさせないといけないんですか？私はママ友だよ。私たち親友でしょ。親友？いつから親友に？だって私が一番話すのははるみさんだもん。だから私たちは親友でしょ。それははるみさんがみんなから避けられているだけじゃ。何か言った？いえ、とりあえず車を貸すことはできません。私の名前はあやこ。今 LINE をしているのはママ友のはるみさん。彼女は近くに住むママ友の一人なのですが、自由奔放というか、自由すぎるというか、彼女のキテレツな行動に周りはいつも振り回されてばかり。正直他のママ友からも距離を置かれており、彼女は孤立をしていました。当の本人はそれに気づいていないらしく、今まで通りみんなに話しかけていますが、家が近い私にはとても懐いているようです。まさか親友と思われているとは思いませんでした。私は最近車を買いました。私も旦那も車が趣味で、一番お金をかけている部分です。そんな車を彼女に貸すなんて、正直不安しかありません。どうにか穏便に断ろうと思ったのですが、彼女は諦めるつもりはないようで。お願いお願いお願い！一生のお願いだから貸して！絶対に大丈夫だから、私のことを信用してぽよ。こんな時にふざける人に貸すなんてなおさら無理です。お願いだから。いいって言うまで私は絶対に諦めない。はぁ、あ、なら条件があります。何？旦那さんと一緒に乗ってください。旦那と？はい、旦那さんはしっかりした性格で、車の運転いつもされてますよね。旦那さんがいたら変な運転をしないでしょうし、安心できます。旦那がいたら羽を伸ばせないのに。この条件が飲めないなら車は貸せません。わかったよ。とりあえず旦那に日にち聞いてみる。よろしくお願いします。それと当日はお二人で車の鍵を取りに来てください。あと出かけた先でお二人で写真を撮ってください。なんでわざわざそんなことしないといけないの？旦那さんと乗るって口約束だけじゃ信用できませんから。車の鍵を取りに来た後に旦那さんは別行動なんてことがないようにです。抜かりないな。わかったよ。よろしくお願いします。車は今日の夕方に返してくれるんですよね。ドライブは楽しめてますか？すごく楽しめてるよ。やっぱりいい車って違うんだね。楽しむのはいいですけど、絶対に危ない運転をしないでくださいね。
買ったばかりの新車が廃車なんて笑えませんから。大丈夫大丈夫。それで旦那さんとのツーショットはいつ送ってくれるんですか？約束しましたよね、旦那さんと乗ってる証拠を送るって。実はごめんね、私実は旦那と一緒にいないの。旦那には車の鍵を取りに行くのについてきてって言っただけで。はあ？じゃあ今は一人で運転してるんですか？そういうこと。約束と違うじゃないですか。だってさ、ずるいじゃん。ずるい？なんで同じママ友なのに彩子さんだけいい車に乗れて、私はあんなボロボロの車なの？不公平だと思わない？ずるいなーってずっと思ってたの。そんなの知りませんよ。いい車を買いたいなら貯金を頑張ればいいでしょ。それに晴美さんはあんまり車に乗らないんですから別にいいじゃないですか。それでもずるいものはずるいの。夕方にはちゃんと返すから待ってて。あ、ちょっと晴美さん。その後彼女から連絡が来ることはなく、夕方になってやっと車が帰ってきました。私は家に彼女を呼び、少しだけお説教をした後に解散をしました。彼女は悪びれる様子もなく、ごめんね、次から気をつけるとだけ言って帰ったのです。これどういうこと？昨日は暗くて気づかなかったけど車に傷がついてる。朝すぐに確認しに来てよかった。私傷なんてつけてないよ。昨日貸してから私はこの車に乗ってないから、考えられるのは晴美さんだけでしょ。近くの子供がいたずらしたんじゃない？結構低いところの傷だから子供が石でギーってやったのかも。なんで傷の場所を知ってるんですか？私何も言ってないのに。それは勘だよ、勘。とりあえず私はやってないし証拠もないでしょ。証拠は確かにないですけど、でも。とりあえず落ち着いてよ。別に小さい傷なんて見つかることそうそうないんだからさ。最悪。やっぱり貸さなければよかった。絶対に許しません。そんなこと言われても証拠はないもんね。あ、そういえば私、車の中に買ったもの忘れてた。車の中に入った？私、実は草屋を買ってて。ああ、あれなら、晴美さんが帰る前に車に寄せときました。え？私の車に忘れ物してるの昨日気づいたので、晴美さんの車に乗せておきました。なんか悪臭がするなぁと思ってたら、あの袋が原因だったんですね。早めに気づいたから、私の車の中は大丈夫でしたけど、晴美さんの車は大丈夫ですか？夜からずっと草屋が乗ってることになりますけど。やばい！車くっさー！え？何これやば！え？嘘？私の家から晴美さんの家は車ですぐですもんね。でも後ろに乗ってたあの匂いに気づかなかったなんて。バレないようにちょっとタオルで巻いてたの。家に帰るまでにタオルが外れてたみたい。車の中が悪臭。少し懲らしめてやろうと思っただけなのに、なんで私がこんな目に遭うのよ。全部自業自得ですよね。懲らしめられるようなことを私は何もしてませんけど。家に帰るまでに気づかないくらい鼻が詰まってるなら、これからも大丈夫でしょう。それじゃあまた。くそー。ちょっとどこにいますか？私の車どこにあったんですか？何のこと？思い当たることがないわ。私の車に乗って晴美さんがどこかに行ってるの他のママさんが見てたんです。 LINE が来て慌てて車を見に行ったら本当にないし、もしかしてこの間車を貸した時に勝手に鍵を作ったんですか？立派な犯罪ですよ。すぐ返すからいいじゃない。大丈夫大丈夫、心配しないで。こないだの一件があるのに心配しないなんて無理でしょ。今すぐ返さないと警察に連絡します。そんな大ごとにする必要ないって。ちょっと今から休憩するから待ってて。どうしたんですか、晴美さん？私は車なんて借りてません。さっきのは悪い冗談で、スペアの鍵なんて作ってないし車にも乗ってない。わかったね。それじゃあバイバーイ。おいこら無理だろ、そんな言い訳が通用すると思ってんの？さっきのドアは何？だから何でもないって。私は忙しいからまたね。もういいです。諦めてくれた？警察に連絡しました。はあ？何勝手なことしてんの？
それに私が盗んだかどうかなんてわからないじゃん。警察が調べればすぐにわかると思いますけど。それに私、ドライブレコーダーをつけたんです。ドライブレコーダー？こないだの一件から何かあった時に記録を残しておかないといけないと学んだので、ドライブレコーダーをつけておいて本当によかった。もう言い逃れはできません。さっき何があったのか正直に話してください。実は車を崖の下に落としまして。は？ちょっと休憩しようと思って車を止めたつもりだったんだけど、外に出て気づいたら車が少しずつ前に進んでて、気づいた時には崖の下に。テヘペロ？ふざけてる場合か？ごめんなさい。あなたじゃ話にならないから警察と旦那さんと話す。その後じっくり話し合いましょうか。私は今から考えることがたくさんあるので。何を考えるの？次の新車は何にしようかなって。車買うの？なら壊れてもいいってことじゃん。びっくりした。あーよかった。車を買うのはお前だよ。私の車を廃車にしたんだから新車をしっかりと買ってもらう。それに警察に通報するから罰金とかも別で発生するかもね。え？嘘？それじゃまた後で。ぎょえー。私は警察に連絡をし、車の捜索をお願いしました。車は見つかり、崖の下に落ちていることが分かり、ドライブレコーダーの映像を見ると、バッチリと映るはるみさんの姿。そのまま彼女は警察に連行されていき、私に対しては新しい車を買うことになりました。私はその車をすごく気に入っていたのですが、もっとグレードの高い車をはるみさんに買ってもらうことで、なんとか怒りを収めることができました。それから彼女は私の前には一切顔を出さなくなり、見かけてもすぐに逃げ出すように。旦那さんからは離婚を言い渡されたそうです。私にしたこと以外にも他のママさんたちに働いた悪事についても話を聞いたようで、お前とは離婚だとお子さんと家を出て行ったそうです。彼女は引っ越しして今どこで何をしているか知りませんが、私の車を買った借金と自分の生活できっと苦しい思いをしていることでしょう。すべて彼女の自業自得です。皆さんもこんなママ友にはご注意を。私の名前はミナ。私には婚約者がいます。婚約者であるリュウと近々旅行に行こうという話をしており、私はそのためここ数ヶ月は無駄遣いをせず節約をしながら必死にお金を貯めていました。ちょっと遠出をして3泊ぐらいしようという話だったので、少しでも多く貯金をしようと思っていたのですが、リュウはあまり節約をしているような感じではなく、いつも通りお金を使っていました。そんな彼と LINE で旅行の話をしていた時に、いきなりカネのお母さんである幸子さんから LINE が届いたのです。ミナさん、お久しぶり。元気にしてたかしら？息子とよろしくやってる？お久しぶりです。リュウとは仲良くしてます。幸子さんもお変わりないですか？ええ、元気よ。あなたたち二人今度旅行に行くんだって？はい、そうです。まだ行き先とかは詳しく決めてないんですけど、お土産買ってきます。何がいいですか？そんな気を使わなくてもいいの？というよりお土産はいらないわ。いらないんですか？遠慮なんかしないでください。遠慮とかじゃなくて、私も一緒に行くのにお土産なんておかしいでしょ？え？一緒にってどういうことですか？そのままの意味だけど。幸子さんとお父さんも旅行に行くということですか？私たちと一緒に？旦那は一緒に行かないわよ。一緒に行ってもめんどくさいしお金もかかるじゃない。あの人は会社でしっかりと稼いできてもらうわ。なら幸子さんだけ参加するんですか？そうよ。3人で楽しい思い出をいっぱい作りましょう。私行きたいところがあるのよね。ちょっと待ってください。今回の旅行はすごく楽しみにしてて、久しぶりに2人で行ける旅行なんです。だからその。なーに？何か言いたいことがあるの？あるならはっきり言いなさい。できれば今回の旅行は二人で行きたいんです。久しぶりの旅行ですし、幸子さんと行きたい気持ちもあるんですけど、それはまた今度でもいいですか？
はあ？あなた何を言ってるの？私が行くって言ったら一緒に行くのは決まり。わかったわね。それで旅行先なんだけど。ちょっと待ってください。確かにみんなで行きたい気持ちもわかるんですけど、今回は遠慮してもらってもいいですか？私を邪魔者みたいに言うじゃない。私のおかげで竜と出会えているのに。それは感謝してるんですけど、それとこれとは話が別です。それに竜は何て言ってるんですか？彼も納得してるんでしょうか？もちろん、みんなで行けた方が楽しいって。お母さんが来てくれるなら、いろいろと安心だからって言ってくれたわ。みんな一緒と言いますけど、お父さんは行かないんですよね？どうせ行くなら家族みんなで別の日に行きませんか？お父さんだって参加できないときっと寂しいと思いますし。あの人のことはどうでもいいから。それにあの人も連れてきて大変なのはあなたよ。それでもいいの？お父さんが来て私が大変ってどういうことですか？だってあなたは私と旦那の分の旅行費も出すのよ。そんなに貯金あるのかしら？チケット代に宿泊費、お土産代とか考えたらいくらかかるのかしらね。旦那の分も出してくれるなんてお金持ちね。え？なんで旅費を私が出す前提なんです？幸子さんやお父さんはご自身で出されますよね？出すわけないじゃない。そんな裕福じゃないもの私たち。私も裕福じゃありません。今回の旅費だって頑張って貯金したんです。お二人の分を出すお金なんてありません。だから旦那を連れて行かないって言ってるでしょ。私の優しさが分かった？幸子さんの分も出しませんよ。万が一一緒に行くとしてもお金は自分で出してください。私に向かってなんてこと言うの？私は竜を育てるために今まで何千万というお金を使ってきたの。結婚するあなたがそのお金を返すのは義務でしょ。ならたかだか20万くらいで文句言わない？意味がわかりません。それに20万って、今回の旅行はそんなに使いませんよ。お土産とかいろいろ買わないといけないでしょ。皆さんと違って私は友達が多いから、これぐらいは必要よね。そのことは竜も納得してるんですか？もちろん。ちょっと確認してきます。はいはい。ちょっと聞いてもいい？今回の旅行のことなんだけど。おう、どうした？なんかあったのか？なんかあったどころじゃないよ。竜のお母さんも一緒に旅行に来るなんて聞いてない。ましてやその旅費を全部私に出せって言うんだよ。あなたも納得してるって言うし、どういうこと？ああ、そんなこと別にいいじゃん。一緒に行くくらい一緒に来てもらった方が何かと楽だろ。一緒に行くくらいって何が楽になるっていうの？気を使ってしょうがないんだけど。もう何回も会ってるんだし、家族みたいなもんだろ。別に気なんか使わなくていい。一緒に来てもらった方が金の管理とか観光先とかいろいろ聞けるじゃん。気を使わないのは竜だけでしょ。自分の親だから気を使わないだろうけど、私は気を使うの。お金の管理だって自分でできるし、観光先とかも二人で調べればいいじゃん。母さんだって楽しみにしてるんだしさ。今回は三人で行こう。私今回の旅行すごく楽しみにしてた。久しぶりの旅行だから頑張ってお金も貯めて、それなのに3人で行くなんて。お金だってお母さんの分を私が出せって言うんだよ。あれだけお金貯めてたんだから別に出せるだろ。そんなケチケチすんなって。ふざけないで。あのお金は自分のために貯めたの。夜ご飯とか我慢して少しずつ少しずつ貯めたお金なんだよ。お母さんの旅費に使うためじゃない。何怒ってんの？そんなに言うなら竜がお金を出してあげたら？俺ぶっちゃけ自分の分も貯めてないんだよね。お前が貯めてるしいいかと思って。頼りにしてるぞ、未来の奥さん。ありえない。とりあえずこの話はおしまい。旅行先とかゆっくり話し合おうぜ。3人で旅行楽しみだな。おやすみ。ちょっと待ちなさい。話はまだ終わってないんだから。竜、聞いてる？
後日何度も竜と話し合いをしましたが、別にいいじゃんの一点張り。母さんも楽しみにしてるんだからそんなこと言うなと、最終的には逆ギレされました。私の意見を全く聞く気はなく、お母さんからはお金の準備やチケットの予約、ホテルの予約などを任されました。断るごとに文句を言われ、そのホテルは嫌だ、この料理は食べられないなど、私は旅行に行くまでの間にどっと疲れてしまいました。そして旅行当日、まだつかないのかしら、お金とかチケット持ってるあなたが遅刻してどうするのよ。私旅行には行かないです。今回の旅行は2人で楽しんできてください。はあ、あなた何言ってるの。今回の旅行は3人で行くと話したじゃない。それをいきなり無理だなんて非常識だわ。私は竜と2人で行きたいと何度も言いました。それを聞かずに勝手に3人で行くと決めたのはお二人ですよね。どっちが非常識なんでしょうか。いいからすぐに来なさい。あなたがいなかったらチケットもないし、ホテルもわからない。お土産だって買えないじゃない。私はバスガイドでもないですし、お財布でもありませんよ。そんなことわかってるわ。いいからとりあえず早く来なさい。行きません。そんなこと言ってどうなるかわかってるの。結婚できなくするわよ。もう結婚する気はないので、というかもう会いません。え、ミナさん、今回の件でいろいろ考えたんですけど、リュウとはもうやっていけません。少し前からマザコン気質なところがあると思ってましたけど、ここまでひどいとは思いませんでした。何言ってるの。リュウはとてもいい子よ。幸子さんにとってはそうかもしれないですね。とりあえず今日は2人で旅行を楽しんできてください。無理よ、私とリュウ2人で1万円しか持ってきてないんだから。そのお金でどうするつもりだったんですか。私は前も言った通り、2人分の旅費を出すつもりはありません。なんでそんなこと言うの。私たちは親子でしょ。違います、私と幸子さん、リュウは赤の他人です。そんな非常識なことが許されると思ってる。そんな理由で婚約破棄だなんてできるわけないでしょ。お父さんには事情を話しています。お金を持っていないお二人を今迎えに行ってくれているそうです。え、今回のことを話したらこっちが全面的に悪い、私は悪くないから何も気にしなくていいって言ってくれました。嘘でしょ、旦那に言っちゃったの。はい、まさか無理やり旅行に参加してきたことを秘密にしているとは思いませんでした。お父さんから注意してもらおうと思ったんですけど、チクったみたいになってしまってすみません。なんてことを。それに婚約も破棄するだなんて。お父さんに聞いたんですけど、竜のマザコンっぷりはすごいみたいですね。今までも何度か結婚の話が流れているらしいじゃないですか。今回は心を入れ直したと思って黙っていたのに、こんなことになると思わなかった。申し訳ないって言ってました。違うのよ皆さん、何か誤解があるみたいだわ。一回落ち着きましょう。私に逃げられたら次の婚約者が見つからないから焦ってるんですよね。残念でした。もうよりを戻すつもりはないので、今日はお二人でラブラブ旅行を楽しんできてください。待ってよ皆さん、あの子にとってはこれが最後のチャンスなの。逃すわけにはいかないのよ。心優しいあなたならわかるでしょ。なら結婚するまでおとなしくしているべきでしたね。今までお世話になりました。さようなら。待って皆さん、いやよ、孫の顔を見たいの。皆さん、こうして2人との LINE は終わりました。後日一応ちゃんと話し合いを行い、竜とお母さんは必死に謝ってきていましたが、私の気持ちは変わらずそのまま別れることに。あまりにもしつこかったのですが、竜のお父さんが2人を連れて行ってくれました。家から連れ出された2人は玄関先で30分以上説教されていました。そしてお父さんは私に深々と頭を下げ、もう絶対に関わらせないようにすると誓い家を後にしました。後から聞いた話によると、竜は今も必死に結婚相手を探しているんだとか。その後竜のお父さんとお母さんは離婚をし、さらに竜のマザコンぶりに拍車がかかったようです。きっと結婚はもう無理ですね。お母さんの孫を見たいという夢も
残念ながら叶うことはないでしょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。